人は生活していると私のことをオーディブルがすっぽりハマる時があるらしい。洗い物中、おう、眠りにつきながら、おう、ウォーキング、イエイ、通勤中、おう、筋トレ、おう、コーヒーのお供に、イエーイ、ハマる。アマゾンのオーディオブック、オーディブルで聞こう。第5回ジャパンポッドキャストアワードにお越しの皆さん、ありがとうございます。そしてこれを今配信でご覧の皆様もありがとうございます。第1回目から司会進行を担当しておりますフリーアナウンサーの総口明久と申します。よろしくお願いします。楽しくやっていこうと思っております。ありがとうございます。思い起こせば2019年秋に立ち上がりましたこのジャパンポッドキャストアワード、あまたあるポッドキャストの中から有料なコンテンツを発掘し全力で応援する日本初となるポッドキャストの祭典、いよいよ5回目となりました。振り返ると先ほどね、あのスタッフと話してたんですが、第1回目はもうまさにコロナ禍で、誰も来ない中、ズームでねポッドキャストを喋ってる皆さんとつないだりとかして、2回目はあの受賞の方だけ来ていいとかね、ようやくリアルで皆さんとこうやってたくさんの皆さんと対面して、そしてオンラインでも見ていただいている方とも最後まで楽しんでいただければというふうに思っております。今回も今絶対に聞くべきポッドキャスト、もっと世の中に知られるべきポッドキャストを日本の音声コンテンツプラットフォーマー各社の協力のもと発掘し、新しいポッドキャストの可能性を探っていきます。ポッドキャストの未来を担うビビッドな感性を持つ選考委員の方々、 DJ ナレーターの秀島文香さん、ジャーナリストメディアコラボ代表の古田大輔さん、そして脚本家高橋泉さん、タレントの奥森さつきさん、ニュースの加藤茂明さん、そして映画監督の上田慎一郎さんら、今回も素晴らしい10名の方に務めていただきました。そして今年度からですね、事前のエントリーをより分かりやすくするためにエントリー部門の判定をですね見直しました。どうなったかと言いますとですね、報道ドキュメンタリー部門、コメディお笑い部門、教養部門、カルチャー部門と4つの部門に絞りまして、各部門から最優秀賞、優秀賞を選出、その中から大賞とパーソナリティ賞を決定いたします。またメディア企業による作品はメディアクリエイティブ部門という部門に集約いたしました。そして最も優れた作品には新設しましたメディアクリエイティブ賞が贈られます。さらに全国のポッドキャストリスナーによる投票で選ばれた作品も発表したいと思っております。また今回のポッドキャストアワードでは世界中のアーティストを支えているオーディオ機器メーカーシュアーのマイクや音響機器で本日の授賞式をお届けしております。さあ、第5回ジャパンポッドキャストアワード、今年の大賞どのポッドキャストになるんでしょうか。
まずは昨年行われました第4回のジャパンポッドキャストアワード、各賞を振り返っておきましょう。大賞はマッシューズマッシュー、マッシュー南の部屋の中のマッシュー、佐藤と若林の3600、ベストパーソナリティ賞は中野大河のポッドキャスト、ベストエンタメ賞は物語 by メルカリ、ベストコメディ賞は真夜中のテレフォン、ベストナレッジ賞は経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ベストウェルビーイング賞はママが自分を取り戻すラジオ、ベストメディアクリエイティブ賞は聞くドキュメント72時間、そしてリスナーズチョイスは忍ぶとなるみの毒舌アメリカンライフ、以上の結果となっておりました。それでは皆様お待たせいたしました。第5回ジャパンポッドキャストアワード各部門賞の発表に参りたいと思います。まずはこちらです。第5回ジャパンポッドキャストアワードメディアクリエイティブ賞の発表です。2023年ジャパンポッドキャストアワードが選ぶメディアが制作したコンテンツの中で最も優れた作品に贈呈される賞です。それではノミネートされた5作品の発表ですが、それぞれの番組から VTR のメッセージが届いております。ご覧ください。どうぞ。第5回ジャパンポッドキャストアワードメディアクリエイティブ部門メディアクリエイティブ賞2年連続ノミネート、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ジャンピオン2年連続選んでいただいて、まあノミネートですけどね、受賞はさせませんでしたね。去年はダメでしたけども、はい、今年こそ取りたいですね。そうよ、取らせないと何、田中大暴れするとかって言ったら。大暴れしますよ。まず去年さ、はい、オードリーの若林と、里光の番組が受賞してたけど、若林なんて、ポッドキャストなんて、ポッドキャスト風情がなんだよって、バカにしてたんですよ、このポッドキャストというものを。なんであの人たちが受賞してるんですか。僕は人生全振りでポッドキャストを、結婚の発表もポッドキャストだし、結婚式のこともポッドキャストでやってるのに、なんで僕が大賞も取れないんですか。意味が分かりません。もし今回また受賞できなかったら、僕は下半身何も履かずに会場を走り回ります。上はニットを着て、下半身は何も履かずに、ぐわっ、ぶわって会場を走り回って、山根が俺を止めるまでずっと走り回ります。僕は止めません。僕は止めません。走らせます、田中を。止めない。受賞させてください。だから多分その日、僕はメディアから、全メディアから消えます。そうさせないためにも、ぜひ受賞させてください。お願いします。お願いします。加藤浩二です。サカナクションの山口一郎です。今回、ポッドキャストの、大賞というメディアクリエイティブ部門ということでノミネートされて、本当に青天の霹靂というか、もうびっくりしています。我々二人で、さらに佐久間くんが、ね、プロデュースで入っていただいて、トンボという魚という、ね、ラジオ番組やらせていただきました。これラジオというより、ラジオコントになっている作品でございます。これを、まあ、評価されたというのはね、山口くん嬉しいよね。もうたった今知りましたけどね、ノミネートされてたってことをね。いや、もう今知ったこの喜びを今伝えてるんですよ。それを本当にかみしめて、ぜひできることならば大賞がいただければと思ってます。思ってますよ。本当に思ってます。これがもう本当に、もうこれを取って第2回、第3回パート2パート3ってつなげていけるようにしていきたいと思います。さっきそんなアワードあんだみたいなこと言ったじゃないですか。いや、そんなこと、いや、そういうのやめてもらっていいですか。そういうのやめてもらっていいですか。はい、本当に、本当、由緒正しい、栄えある賞なんで、
それを我々取れたというかノミネートされたことは本当に心から幸せに思っております。さっき盾なんていらねえよって言ってたじゃないですか。え？なんかアワード取ってもらった。いや黙れよお前お前黙っとけばいいんだよ俺が喋ってんだからお前黙っていや本当に審査員の皆様選んでいただいて本当にありがとうございます。また、こういったショーに呼ばれるように我々頑張っていろんなものを作りたいと思いますのでよろしくお願いします。上出良平です。クリエイティブ部門ノミネートありがとうございます。一生懸命頑張った甲斐がありました。引き続き頑張ります。すみません、あの声が聞こえてなくて。すいません、青少年を舐めてしまっていました。あの青少年というのは声を消すように念じると書いて青少年というタブレットなんですけど、それを舐めてたら声が消えるもので、ここからは音声ありでお送りできます。捨てましたのでね。どうも漫談家の町浦ピンクです。虚子平成というポッドキャストをやらせていただいてるんですけれども、平成史のすべてを僕は目撃してるんですね。なので平成で起きたことの真相を僕は話せます。なのでこれを聞いてもらうと皆さんの過去がまるっきり変わってしまうので未来があるようになります。本来はなかったあなたたちの未来があるようになりますので、ぜひ聞いてください。そして今回ノミネートしていただいてとても光栄に思っております。期待しています。TBS ポッドキャスト見えない私の聞けば見えてくるラジオ、パーソナリティのブラインドコミュニケーター石井健介です。この番組はほぼほぼ目が見えていない僕に、ゲストの方が見せびらかしたいものを毎回持ってきてくださって、それがどんなものなのか、僕に見えるように伝えていただきながらいろいろとお話を伺っていく、そんな番組となっております。まあ、僕はこの2023年の10月にこの番組を始めたんですが、このジャパンポッドキャストアワードに今回メディアクリエイティブ部門にノミネートされたということで大変、光栄に思っております。何かね、この視覚障害当事者が、話をする、そして僕に伝えることがこうリスナーにとってもこう分かりやすい情報になってたらいいなという思いで、番組をスタッフの皆さん、プロデューサー、作家さん、ディレクターと含めて一緒に作っております。何か社会にとっていい小さな波紋を起こせたらなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ノミネートされた5作品ご紹介いたしましたが、この中からメディアクリエイティブ賞を獲得するのはどの作品になるんでしょうか。プレゼンターご紹介しましょう。秀島文香さん、よろしくお願いいたします。壇上にお上がりください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すみません、秀島さん、あのプロデューサーから先ほどなんか耳打ちされて、アンガールズ田中さんがほら取れなかったらまだ分かりませんけどね、田中さん、はい、来年下半身丸出しで大暴れするぞっていう、だからそれを嘘ですとかって一応言っておいてくださいっていう、ほらコンプライアンスがあるらしいので、なんとなくそれあのやり取り、2人のやり取りが楽屋でも聞こえてましたけれども、まあ、ですから、あの確かにこのイベントでやると今生放中継やってるのでネットでまずいんですけど、はい、音声コンテンツは全然だ下半身丸出し大丈夫ですもんね。まあ、ある意味セーフといえばセーフなんでしょうが、ですから、あのもしも取れなかったらアンガールズのジャンピンを下半身丸出しで一回やってもらうっていう、それってなんかある意味脅しに屈してるようなそのアワードとしての姿勢というのは正しいんですか。そうですよね。じゃあ取れなかったら来年大暴れするのを楽しみに待ちたいという、それもそれでなんかちょっと
楽しみですね。わかりました、はい、まず全体的に好評をいただいてもいいですか、平田さん。はい、皆様本日はようこそお越しくださいました。そして日頃から素晴らしい番組を届けてくださってありがとうございます。ご覧いただいたように昨年の受賞作が NHK の、 ドキュメント72時間聞くバージョンで、まあ、我々としてもついに山が動いたというか NHK 来たという形で、いかにこのポッドキャストがそのメディア放送局の皆さんがこれは重要なものだ、やるべきものだというふうにどんどんと入ってきたかという一つの大きな象徴でもあったと思うんですね。そこにつけて今年の春ラジコにポッドキャストが実装されまして、ますますこれは注目を浴びてるぞという中での素晴らしい粒揃いの作品ばかりで、正直とても悩ましかったです。ただそんな中でも悩みに悩み、みんなで選びました。わかりました、はい、では発表の方に移りたいと思います。お、やってまいりました。ではお願いいたします。はい、第5回ジャパンポッドキャストアワードメディアクリエイティブ部門メディアクリエイティブ賞を受賞したのは、上出良平、ニューヨークごちそう帳。おめでとうございました。では受賞された TBS ラジオ長谷川博さん、井上十五さん、ステージにお上がりください。おめでとうございました。おお、上出さんまた取りましたか。では授与お願いします。おめでとうございました。おめでとうございました。ではマイク、はい、調整します。まず今のお気持ち伺ってもよろしいですか。TBS ラジオで今回3つ作品ノミネートしていただきまして、まあ、ある意味でなんか TBS ラジオらしさっていうものを放送以上にちょっとその濃い形で表現できているのがポッドキャストかなというふうに思っていますので、そういう中で3つノミネートしていただいて、さらにこの大賞もいただいたということでとても嬉しく思っております。そして上出さんからメッセージも届いているという、それちょっとどういうメッセージを、はい、じゃあ代読していただいてよろしいですか。すいません、TBS ラジオ井上と申します。ちょっと上出さんがですね、今日日本にはいらっしゃるんですけど。いるんですか。そうなんですよ。クリアいいじゃないですか。ちょうど山に登ってて今下山中で、間に合ったら来てくださいって言ってたんですけど、奥さんと一緒にね、ずっと山を縦走するの大好きなんですよ、大橋さんとね。じゃあどんなメッセージ、受賞した時用のコメントいただいているので、ちょっと代読させていただきます。上出さんの言葉です、番組をお聞きいただきありがとうございます。当方褒められれば褒められるほど伸びるタイプです。ゆえに褒めてくださる皆様と褒められる私とはウィンウィンの関係と言えます。引き続きこの関係は維持していくべきと言えるでしょう。ここで上出ではなく TBS からお知らせです。先日ジブリ作品で名の知れた徳間書店からありえない仕事術という面白い本が発売されたとのことです。著者は上出良平と言います。冗談抜きで異常な面白さとのことですので、ぜひお買い上げくださいませ。何度も言いますが、こちらは上出の発言ではありません。 TBS の全現役社員による推薦ですので、その点ご了承ください。さて、話者は上出に戻ります。手のひらに収まるこのレコーダー一つ、これだけ持って旅に出れば、その道のりを遠くの誰かと共有できる。その可能性にいつまでもワクワクしています。まだまだ作っていきます。応援よろしくお願いいたします。以上です。ねえ、素晴らしい。でも改めて今までいろんな方の懐に入って話を聞きまくってきた上出さんが自分でずっと喋るっていうね、これこういう番組にしようっていう、どういうところから上出さんがずっと喋るっていう。上出さんいろんなところに行かれてですよ、ね。でまあ、その懐に踏み込んでっていうことなんですけれども、でもなんか上出さんいろんなところに行って、でそのなんていうか相手を映してるわけですけど、そういう中でこうやり取りしているその声が画面があった時もやっぱちょっと聞こえていて、その感じっていうのはなんかすごく魅力的だなというふうに思ってまして、まあ、だったら
上出さん主観で、で音声だと本当その上出さんがこう体験していることがそのまんまこう入ってくるような形になるので、それはすごくぜひ聞いてみたいなと思いまして、ただ僕らの方でちょっとこういうことをやってほしいというお話を最初に打ち合わせでしたときに、何度もそんなんでいいんですかっていうふうに言われて、それがいいんですよっていうやり取りを何度もした記憶がありますけれども、まあこうした形で評価していただいて、やっぱりそれが良かったでしょっていうふうにお伝えしたい気持ちです。秀島さんからも一言ありますか、ぜひ。いや、その演出というか、演出してないというか、その余白感というのが素晴らしくて、これはラジオじゃなかなかできないなという、何かが聞こえてくるかもしれないし聞こえないかもしれないっていうところも含めて、上出さんだからこそのそのやり取りの面白さ、私も総口さんもマイク持ってお店に行ってもここまでは醸し出せないんじゃないかっていうのは、やはりその喋り手さんがにじみ出してくるもの、それをしっかりと表現できるのがポッドキャストなんじゃないかなというふうに感じさせてくれる、そんな作品でした。なんかその温度感がやっぱりラジオだともう少しテンション高めでやることが多いですけれども、やっぱポッドキャストで僕なんかすごくさりげないものを作りたいなと思っていて、その時にやっぱ上出さんのあの温度っていうのがちょっとこう低めの温度でやられる感じっていうのが、ポッドキャスト、僕らが作るポッドキャストとしてなんかこういうものをやってみたいなと思わせるものがとてもあったので、それを本当に実現してくださったというふうに思ってます。じゃあ多分携帯は通じますよね、日本ですからね。じゃあ受賞のことをすぐにお伝えいただければというふうに思います。改めまして、メディアクリエイティブ賞を受賞したのは上出良平、ニューヨークごちそう長から TBS ラジオ長谷川博さん、井上重吾さんでした。大きな拍手をお願いします。おめでとうございました。秀島さんもありがとうございました。一旦戻りください。さあどんどん参りたいと思います。さあ続いてはですね、第5回ジャパンポッドキャストアワード、こちらの賞の発表です。ご覧ください、どうぞ。ポッドキャストアワードカルチャー部門最優秀賞と優秀賞の発表です。ジャパンポッドキャストアワードが選ぶ音楽、映画、アート、フィットネス、スピリチュアルなどなど、カルチャーに関わるポッドキャストに贈られる部門賞になっております。それではノミネートされた5作品の発表です。それぞれの番組から VTR が届いております。ご覧ください、どうぞ。この度はポッドキャストアワード2024カルチャー部門にノミネートしていただき誠にありがとうございます。あんまり役に立たない日本史でおしゃべりをしております、北海道で活動するお笑いコンビ、チロップの純平です。振り返ってみれば芸歴22年になりますけれども、これまで何かに選ばれたということが全くないものですから、本当に今回のノミネートを嬉しく思っております。本当にね、コツコツって大事なんですよね。日本地図をね、初めて作ったと言われる伊能忠敬、あの方もね、やっぱりコツコツと50代からコツコツね、日本中を旅して地図を作って、旅を終えて地図を作る完成させるぐらいのタイミングには歯がね、ほとんど抜けて1本しか残ってなかったと言われてまして、ね、で、もうたくあんも食べられなくなったとね、いうふうに嘆いてたというふうに言われてるんですけれども、本当僕も伊能忠敬さんを見習いましてね、歯がなくなるまで歴史をおしゃべりしていけたらなというふうに思っておりますので、引き続きあんまり役に立たない日本史応援をよろしくお願いいたします。BJ カルチャー特化型ポッドキャストハイプレイスウェイブ、メインパーソナリティのマッシュです。この度は第5回ジャパンポッドキャストアワーズカルチャー部門の最終選考にノミネートさせていただきました。ありがとうございます。実際ですね、一次選考通過のメールを受け取った時に、まさか自分がっていう驚きと、3年間コツコツ続けてきてよかったなという喜びで胸がいっぱいです。そして何より、いつも番組を聞いてくださっているリスナーの皆様に感謝を届けたいなと思います。 DJ とかナイトクラブといった非日常な空間の場と、普段ポッドキャストを聞くときの電車の中だったり、作業時間だったり、そういったながら聞きをする普段の生活と、こういった場のミックス具合が不思議な感覚で楽しいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん、いろんな時間帯やいろんな場で楽しんでいただけると嬉しいです。はい、皆さんお世話になっております。真夜中にゲイの喜びと楽しみを担当しているポリタンと、
怒りと哀れみを担当しているうどんです。喜怒哀楽という言葉があるように、僕たち私たちがこのジャパンポッドキャストアワードにノミネートされたということに喜びや楽しさを見出す方がいれば、怒りや哀れみを感じる方もいるでしょう。それでいいのです。某平成の歌姫ゆうひかり氏はこうときました。誰かの願いが叶う頃、あの子が泣いてるよ。だから僕は自分たちを表することはいたしません。ゲイというアイデンティティを白黒少々程度に活かし、日々生きることに苦悩していく配信を行っておりますが、人を愛し、そんなに羨み、そのままの自分でいたい、変化したい自分という気持ちは誰のものとも変わりません。少しだけ違うとすれば、それはです。さて、ここにはどの言葉が入るでしょうか。あなた方のご想像に委ねることにします。今までもこれからも野心なく、僕たち私たちの感性と表現方法を楽しんでいきたいと思います。受賞ではなくノミネートとしてでさえ儚い当番組を表していただき、誠に誠にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、漫画760の佐島と丹羽です。この度はジャパンポッドキャストアワードカルチャー部門へのノミネートありがとうございます。ありがとうございます。いや、普段いろんな漫画の話を僕と丹羽さんでしてるわけですけれども、うんうん、まあ、普段有名な作品の話を2人でワイワイすることもあれば、うん、この作品もっと広まってほしいなみたいな話をすることもあって、うんうんうん、こういうアワードへのノミネートを通じて、そういった作品も一緒にこうみんなに広まって、うん、でそれをみんなで読んで、また僕らみんなでワイワイするみたいな流れができるといいなと思っております。うん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 、あの普段漫画について話してるんですけど、結構お便りで漫画読んでないから聞くの遠慮してたけど、聞いてみたら読んでる読んでない関係なく楽しかったっていうあのお声も結構いただくので、皆さんぜひこの機会に聞いていただけると嬉しいです。みんなで漫画読みましょう。では漫画760の佐島と丹羽でした。皆さんこんにちは。こんにちは、ワイナシンです。よしきです。この度、ポッドキャストアワードのカルチャー部門にノミネートされまして。いやね。どうですか？よるしの一言ですよね。ね、うん、びっくりしましたね。いや、びっくりしました。いや、僕ら3回の時に、うん、スポティファイ賞をいただいてまして、はい、うん、その時もびっくりしたんですけども。まあ、けどその時はノミネートはね、なかったんでね。そう。そう、はい、今回はノミネートさせていただきまして、うん、でそこからなんか優秀賞とか、うん、最優秀賞、で大賞とかね、はい、その中から選ばれるみたいで、いや、もう何やったら大賞も選んでもう狙っていきましょうよ。ここまで来たらいけますか。いや、もう願うことは自由ですから。願うことは自由ですからね、はい、うん、当日のそのポッドキャストアワード の、うん、あの会場で発表されるようなんで、らしいですね。僕らも楽しみしてますんで。いや、ウキウキしてます。はい、はい、ぜひね、ワインの輪よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。まあ、ありがとうございます。まあ、毎回思うんですけど、あ、こういう場所で撮ってるんだとかね、なんか映像があるとなんかちょっとまた思うところもありますが、さあ、ノミネートされた5作品ご紹介いたしました。この中からカルチャー部門最優秀賞と優秀賞を獲得するのはどの作品になるんでしょうか。プレゼンターはジャーナリストでメディアコラボ代表の古田大輔さんです。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあまずは総評いただいてもよろしいですか。もう かなり、ね、個性豊かな5作品でしたけれども。そうですよね、今年メディアクリエイティブ賞でメディア企業プロの方がこうそっちに集約されて、あれってすごく良かったと思うんですよね。選考してても思ったんですけれども、やっぱりそのプロの方が作り込んだものっていうのはどうしてもやっぱ選ばれがちじゃないですか。前回の大賞の NHK の72時間もそうですけど、でもそっちがそっちの方で集約されたことで、その各部門賞の方々にそのメディア企業のプロが作り込んだわけではないけど、まあ、あんなに多様な方々いろんな人たちが出てきて、やっぱそのこうなんか幅の広さっていうのがまたこのポッドキャストのいいところなのかなって改めて感じました。分かりました。それでは発表をお願いします。第5回ジャパンポッドキャストアワードカルチャー部門優秀賞を受賞したのは、
あんまり役に立たない日本史。そして最優秀賞を受賞したのは漫画760です。おめでとうございます。ということは受賞されたシロップ純平さん、あと漫画760からは庭さん、どうぞお上がりください。お、シロップ純平さん来た来た。さあ、じゃあまずは優秀賞のシロップ純平さんにトロフィーを送らせていただきますよ。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ一旦古田さん戻っていただいて、シロップ純平さんお話をちょっと伺おうかなと、はい、じゃあ今のお気持ちをお願いします。あの VTR でも言ったんですけども、トロフィーって初めてもらったんで、ついに選ばれましたね、ありがとうございます。あの、どうやって使うんですかねこれ ねなんか結構重たいんで、ね、ありがたいなと思うんですけども、まあ、北海道からはるばる来た甲斐があったなと思っております。ありがとうございます。いやさっきも伊能忠敬さんってすらー出てきましたけども、はい、こんな人いたんだみたいな方とか選ぶ、あの小田宇治原さんとか、はい、こんな面白い人いたのみたいな、うんうんうん、どの辺からそういうネタ選びとかされてんですか。いや、そうですね、まあ、本読んだりとか、本当にあの結構ニュース記事とかにもこうなったりとかしてて、この人何者なんだろうって興味を持って調べたりとか、まあ、いろんなところでこう知っていくきっかけになりますかね。え、古田さんもいかがでした。いや、ここでは何か小話が出るのかなってちょっと楽しみにしてた。出たよ。いや、そうですね、まあまあ、でも本当にあの僕の人生まさにあの今回応募させていただいた小田宇治原と同じで、ずっと負け続けてきた人生なので、あの芸歴コンビ組んでももう15年、芸歴としても22年とかなるんですけれども、ずっと負け続けても誰かが認めてくれるんだなと、だから小田宇治原さんに本当に勇気をもらったなというふうに思っております。ありがとうございます。ジーンときました。おめでとうございます。おめでとうございます。まずはおめでとうございました。じゃあ一旦お戻りいただいて、さあ続いてまたトロフィーをですね、今度は最優秀賞漫画760、はい、トロフィーを渡しますよ。おめでとうございました。おめでとうございました。じゃあ改めてマイクに、はい、進んでいただきまして、今のお気持ちを伺えればと思います。お願いします。はい、あの受賞ありがとうございます。今日本当に結構見に来るつもりで来てたので、ちょっと名前呼ばれると思ってなくてむちゃくちゃ緊張してます。そうですか、はい、いきなり来るとね。今日佐島さんは今日はそうなんですよ、あの、はい、一緒に来るつもりだったんですけれども、はい、あの実は体調不良になってしまいまして、そうですか、昨日連絡があって行けそうにないと。あ、これ中継見てるんですかね。今見てると思うんです。なんか一言言った方がいいんですか。見てる見てる。あの実はメッセージをそうなんですもらいまして、ちょっと読み上げても分かりました。もちろんです。いつも支えてくれる妻、お父さん、お母さんへ。ものすごいアカデミー賞みたいですけど大丈夫ですか。感謝から入っていくという。そんなに長くない。あ、分かりました。お母さんへ改めてありがとう。また今回の受賞は漫画760をここまで成長させてくれたリスナーの皆さんのおかげです。ありがとう。そして僕のわがまま天の弱に4年以上も付き合ってくれている庭さん、ありがとう。これからも迷惑かけます、よろしく。いただきます。素晴らしい。おめでとうございます。あの古田さん、改めてこの2人のなんか会話のキャッチボールでどんどん面白いの転がっていくのって醍醐味ですよね、こうね、音声。そうですね。あと僕思ったのが、うん、漫画って好きな人むちゃくちゃ多いから、うん、あ、漫画話題にして始めようっていう風なことはアイデアは思いつくと思うんですけど、やろうと思ったらちょっと怖いところもあるんじゃないのかなと思うんですよね。詳しい人むちゃくちゃいるし、うん、確かに熱いファンがいるから、はい、それは番組始めるときにも話はありまして、僕らはでもその解説とか詳しい話をするんじゃなくて、まあいかに僕ららしく楽しめるかっていうのを考えてやっていて、なんかやってればやってるほどなんかだんだん変な視点であの話すようになってきて、今の形が出来上がった感じですね。ネタやる結構時間かかったりするんですか。今度これやるあれやるっていうのは。そうですね、まあすぐできるときもあればちょっとまあ苦戦して収録来週飛ばしていいみたいな話もたまにあったりとか、はい、いやだからある一つの作品に絞る時も面白いし、そうじゃない時も面白かったりするんで、多分これからもあのぜひ両方 の軸を持ってやっていただければと楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、改めてカルチャー部門優秀賞を受賞しました、あんまり役に立たない日本史、シロップ純平さん、そして最優秀賞漫画760、佐島さんと庭さんでした。大きな拍手お願いします。おめでとうございました。古田さんもありがとうございました。では一旦お戻りください。
おめでとうございました。さあまずはカルチャー部門まで発表してまいりました。さあ続いてまいりましょう。第5回ジャパンポッドキャストアワード、こちらの賞です。どうぞ。第5回ジャパンポッドキャストアワード教養部門最優秀賞優秀賞の発表です。ジャパンポッドキャストアワードが選ぶ言語学習、ビジネス、経済、教育、科学などについて発信したポッドキャストに贈呈される部門賞になっています。ノミネートされた5作品、それぞれの番組から VTR でメッセージが届いております。ご覧ください。どうぞ。Hello everyone, I'm Yukari Sarata from Kansai International Academy, Sakura International School. Here's the founder, Kumiko Nakamura. こんにちは。Hi everyone. あと私たちですね、関西国際学園さくらインターナショナルスクールというですね、国際バカロレア、よく IB って言いますけど、の一貫校をさせていただいている、こう見えて教育者です。ありがとうございます。見えないですよね。はい。この度、ポッドキャストのノミネートしていただいたということで。ノミネートよ。ノミネート、ね、ノミネートしていただいて信じられない。しかも教養部分それが一番びっくりするんですけどいいんですか。いや一応学校なんでね、はい、いろんな面白いコンテンツこれからもお届けできたらなと思ってます。大賞ください。ありがとうございます。さよなら。さよなら。ジャパンポッドキャストアワードノミネートさせていただきありがとうございます。ありがとうございます。僕たちは親御さんからいただいた子育てのお悩みについて考えている番組です。お、ひとし、はいはいはい、たくさん感想が流れてきたよ。あ、コメントが、うわ懐かしい、嬉しいコメントだ。このラジオを参考に長所を書き出したところ、うちの娘には30個以上もいいところがあったんだと気づきました。すごい、これよ、印象的やね。すごすぎる、印象的やね。これはね、うちの子は繊細さんだって悩んでたのに、見方を変えて書き出してみたら、うん、いいとこばっかやんって気づいた方だったね。あとこれもあったね、ラジオ初めて聞いた時大号泣してしまいましたという。大号泣、これすごいね。この方は、これは学校行けましたっていう感想だったんだよね。不登校気味だった息子さんがラジオで話していることをやってみたら学校に行けました。そう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 、すごいすごいね、実践されてるのが。というような番組を配信しておりますので、はい、ぜひ興味ある方は聞いてください。聞いてみてください。天体話、空が好きすぎて、北里亜美です。星の王子様、モーリーです。モーリー、ポッドキャストアワードにノミネートされました。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組では星や宇宙について2人ならではの視点でお話ししてます。本当はすごいたくさん喋りたいんだけども、グッと我慢してグッとね、コンパクトに10分でまとめてます。通勤通学ちょっとした合間にちょうどいいんじゃないでしょうかね。2022年年末から始めて間もなく100回、毎週木曜日に最新回アップしてますよ。季節ネタとかちょっと専門的なお話もしたり、あと全国からね、全国の病院で星空投影してるようなそんな方を招いたりとか、サラリーマンなんだけれども、宇宙開発をしているというそんな方もゲストに来てもらってます。今夜ちょっと空を見上げたくなる、そんな番組を目指しています。10分天体話、空が好きすぎて、よろしくお願いいたします。どうも、アドバタラジオの砂源でございます。富永誠です。この度第5回ジャパンポッドキャストアワード教養部門にノミネートいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕らアドバタラジオ、実はですね、2023年のベストナレッジ賞でもノミネートをいただいておりました、というところで2年連続、ありがとうございます。非常に光栄ですね。光栄そのものでございます。そうなんです、箔がついた2023年と。そうなんです。いうところで、箔って重なるんですかね。二重、ハクハクしちゃう。あ、いいですか。ハクハクしちゃう。ハクハクしちゃうんだから。ハクハクしてると。そう。私、ハクついた。ハクハクしちゃうんだから。2倍のハクでやらせていただきたいなと。してもろて。いうふうに思うんですけれども、はい、これからもですね、ポッドキャストが盛り上がるように、うん、はい、引き続き頑張っていきたいなというふうに思っておりますので、はい、はい、アルバタラジオ、はい、そして、スナケン、富永誠をこれからもよろしくお願いします。ますハクハク。ハクハク。
ザインがしたい人のためのポッドキャストデザポへようこそ。デザインアトリエフログの榎本です。この度は第5回ポッドキャストアワード教養部門にノミネートしていただきましてありがとうございます。デザポはプロデザイナーの考え方やテクニック、時には失敗談を配信しています。プロデザイナーを目指す初心者、自社でデザインしたい企業を応援する番組です。アプリを使って誰でも簡単にデザインできるからこそ聞いてもらいたい番組となっています。以上、デザポの榎本でした。さあ、ノミネートされた5作品ご紹介しましたが、この中から最優秀賞、優秀賞を獲得するのはどの作品になるんでしょうか。プレゼンター秀島さん、お願いします。まずは総評から伺ってもよろしいですか。はい、ご覧になって皆さんもおっと思われたかもしれませんし、そうじゃないかもしれないですけど、5作品中4作品が2人での対話形式というのがとても印象的だなと思いまして、おそらく1人が問いを立てて、そのもう1人がそれはどういうことなんだろう、ふむふむと言いながら、いろんな話が議論が進んでいくというのがとても聞きやすかったんですね。でもちろんお一人でやってらっしゃるデザポの榎本さんもそうなんですが、得てしてこう今何のためにこれを話してるんだろうというふうに、ポッドキャストって自分の好きな場所でやってると陥りがちなんですけど、皆さんブレないんですよね。そのこれを伝えたいという芯をすごくピシッと通して持ってらっしゃる、それがこの教育部門で非常に印象的だった傾向だと思います。はい、さあでは発表いきましょうか。参りましょう。第5回ジャパンポッドキャストアワード教養部門優秀賞を受賞したのは、楽しく広告人学を学ぶアドバタラジオ、そして最優秀賞を受賞したのは、子育てのラジオティーチャーティーチャー、おめでとうございました。ということは、受賞されたアドバタラジオから富永さんと砂健さん、子育てラジオからはるかさん、ひとしさん、どうぞお上がりください。いらっしゃいますか。いらっしゃいますか。はい、どうぞお上がりください。あ、皆さん、ね、ジャケットスーツ。じゃあまずは優秀賞からいきましょうか。はい、トロフィーを、お、持ってきてるアドバタ。はい、トロフィーの授与です。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ではマイクの前にお進みいただいて、今のお気持ちをぜひぜひ伺いたいと思いますが。撮りましたね。あ、もうリアルな、もう撮ったな。2年ね、ね、そうでしたね、入りましたので、まあ、いただけて本当感謝しきりで、昨年の時にですね、ノミネートだけでしたので、その時にこのとこがですね、悔しい悔しいと、来年は撮るぞって言ったら本当に撮ったと。ありがとうございます。おめでとうございます。この男のおかげでございます。はい。はい、改めてどれで悔しかったか、ちょっとそんな悔しかったちょっと去年なんで撮れなかったんだ、めちゃくちゃ悔しかったです。そんな悔しかった。で、じゃあそのこの1年間でその2人でね、もっとこうしようぜとか、なんかやってきたことあるんですか。なんかそうですね、去年ちょっと、ノミネートっていうところで、僕ら、客を浴びさせていただいたところはありますが、このエンジンをこうずっとずっとこう燃やし続けなきゃいけないなっていうところで、たくさんなこうゲストの方呼んだりとか、一緒にイベントやってくださった方もいらっしゃいますし、そこで僕らとしてはもうこう次にこう今年のタイミングにこう向けて準備したっていうところは強く思っております。じゃあまさにその1年間いろいろやってきたことがピタッと今日ハマってもらえて、やっちゃったんだ。嬉しそう。白ですね。白ですね。ねえ、秀島さんいかがでした。いや、なんか楽しそうな雰囲気というのも伝わってきましたし、それだけじゃなくて、そのいわゆる広告ジャーナリズムという頭で聞くとちょっと難しそうかなっていうものを、とても分かりやすく外にも広げていっているという功績はすごく大きいと思って、何ですか、先日大学の講義でも
このポッドキャストのことが取り扱われて、ね、それすごいですよね。テストにも出るポッドキャストっていう、うんうん、伺いましたが、いつでも募集しておりますんで。そうですね、はい、あと業界的にどれぐらいほらあの関連度があるかとか星で書いてあるのも分かりやすいですよね。 なんかね、ありがとうございます。関係ない業界の人でも楽しめるのかな、どうなのかなとかね。結構たまに僕らも難しいところだったりとかこうセンシティブな、ところまで入り込んでしまう部分あるんで、聞いてる方々がちょっとこうとね、置いてかれちゃうようにしないようにしなきゃいけないなと思ってたので、そこは僕ら気をつけてますよね。そうですね、はい、改めて見事取りました、おめでとうございました。ありがとうございます、おめでとうございました。さあでは続いて最優秀賞いきますよ。はい、トロフィーをお渡しいただきたいと思います。おめでとうございました。おめでとうございました。ではマイクの方にお進みいただいて、ぜひちょっとマイクね高さ調整しますが、はい、いいですか。今のお気持ち伺っていいですか。いや本当に取れると思ってなかったんですよ僕は。もう僕は皆さんなんかすごい強そうというか、強そうって言い方おかしいですか、ね、ユニークな方々多い中でも本当僕ノーマルタイプでノーマルタイプノーマルなので全然取れる気が全くしなくて、はいはい、だけどひとしは絶対取れるって言ったの で、 そうですか。本当この男のおかげっていう感じで一緒です本当にありがとうございました。2人の関係性がなんかにもこと似てますよね。なんかね、なんか片方は取れる取れるって言ってた。ちょっと自信ありました、ちょっといけるんじゃないかみたいな。いやそう、1年間かなり自分の人生の時間を使ってきたので、自分の中ではすごく自信を持ってました。いや私もその小学生とか中学生の子供がいるんでね、その辺も興味持って聞かせていただいてるんですけど、でも相当事前に下準備とかされてるんじゃないかみたいな雰囲気するんですけ ど、あれどれぐらいやってるんですか収録前に。そうですね、僕は子供もいないし結婚もしてないので、はいはい、とにかく勉強するしかないっていうことでたくさん本読んで一生懸命勉強しました、かなり。はい、相当本当にやってる雰囲気伝わって、ね、平島さんしますもん ね、 なんかね。そうですね、さすがプロの学校の先生ということもあって、うんうん、はるかさんのお話を聞いてるとこちらも大丈夫だっていう気持ちにもなってきますし、その子供だけじゃなくて例えばその大人でもこれは十分使えるというか、すぐに自分が明日やってみようとストレスでお腹が痛くなるであったりとか、片付けができませんであったりとか、行きたくないなっていうところに何とか行くためのマインドセットっていうのはこういうふうにすればいいのかというのを、まあ、いろんなところから論文であったり引っ張ってこられるんですけど、最終的には実際にやってみてこれがうまくいったよっていうような視点がとてもあったかいんですよね。はい、なので聞くとすぐやってみたくなるというそういう意味でも高評価を得たと思います。ありがとうございます。いや改めて聞いてる方からのね、あの嬉しい声とかたくさん届いてるんですね、本当 ね改めてそういう方々にも一言いただいてもいいですか。なんか応援してくれる皆さんっていう、あそこ譲り合って、はい、いや本当に僕たちがこの賞を取れたのはもうたまたま運が良かったからだと思っていて、たまたますごいポッドキャスト得意な人たちに出会って、たまたま本当に素敵なリスナーさんに届いて、でその声の循環で僕たち頑張れたと思っていて、で今悩んでる親御さんたちはたまたま運が悪くて困ってるだと思ってるんですよね。だからこのたまたま得た機会をたまたま困ってる皆さんに届けて少しでも心が軽くなるようにしていきたいと思います。はい、改めてご紹介しますけれども、最優秀賞子育てラジオティーチャーティーチャーからはるかさんとひとしさん、そして優秀賞を受賞した楽しく広告人学を学ぶアドバタラジオから富永さん、砂健さんでした。おめでとうございました。では一旦席にお戻りください。広島さんもありがとうございました。さあそれでは続いてどんどん参りたいと思います。第5回ジャパンポッドキャストアワード、続いてはこちらです。第5回ジャパンポッドキャストアワード、コメディお笑い部門の最優秀賞と優秀賞の発表です。ジャパンポッドキャストアワードが選ぶ最もコメディ性に優れたポッドキャストに贈呈される部門賞となります。それではノミネートされた5作品の発表ですが、それぞれの番組から VTR が、VTR でメッセージが届いております。ご覧ください。お笑い
コンビのガグリオの久保と北村文化財です。よろしくお願いします。ガグリオの灰になるまでというラジオがですね、はい、ガグリオン、我々ガグリオンが炎上して灰になるまでをお届けするコンテンツとなっているんですが、そうですね、はい、一番の見どころは、まあ、炎上ニュースですね。日々の、ね、トレンドの炎上をニュースにしていく、ニュースしていく、はい、どん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 ニュースにしていくね。で、炎上ポイントを解説していく、はい、あ、解説していく、はい、していく、していくラジオ、はい、そこがポイントです。あ、そこがポイントですか。はい、まあ、どうですか、それ聞いたら、はい、皆さんも炎上できます。あ、炎上できる、はい、炎上トレンドを抑えられるわけではなく、炎上トレンドを抑えられて皆さんも炎上が分かるようになる。あ、なるほど。じゃあ炎上したいその終わり者の皆様はぜひ聞いてもらえたらと思います。よろしくお願いします。します。月曜特勤マッシュを配信しております特勤マッシュ、しぶちゃんです。けんちゃんです。この度は、はい、コメディお笑い部門、はい、第5回ポッドキャストアワードノミネート、うん、ということでありがとうございます。ありがとうございます。僕らあの、はい、特勤マッシュ実はいろんな番組やってまして、ポッドキャストアワード第1回目から、はい、ノミネートは何回してますか。ノミネートを重ねに重ね、はい、5回中4回もノミネートしていただいて、これ9割打者、8割です。8割出した。すいません。4÷5 持っちゃいましたけど。もうちょいチヤホヤしてくれてもいいんちゃう。みんな僕らを踏み台にしてね。そうなんです。対象になって。最多ノミネート賞とか作ってくれたら。そうよね。6分の5を目指す。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。結果僕らも楽しみにしておりますので、この後ね。はい。月曜特勤マッシュ、しぶちゃんでした。けんちゃんでした。ジャパンポッドキャストアワードコメディお笑い部門ノミネート、ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいですね。嬉しいですね。いや僕らが面白いってことが伝わったってことですよね。面白くねえよ俺ら。いや面白いってことじゃない。面白くねえよ。メールもいつも来てねえんだから、このラジオ誰も見てねえんだから。まずさ、そんなことある、そんなことあるだろ。俺だから未だに、うん、なんで俺らノミネートされてるか不思議なんですよ。面白いからだぞそれは。いやだから俺未だに疑ってるからね。本当にノミネートされてるか疑ってるからね。面白いって評価されたんだよ審査員。面白いって評価されたんですか、はい、誰が評価してんのそれ。あ、審査員批判だ。いや違いますけど、ま、見てるんだよ。いやいや感謝してますよ。感謝してますけどね。本当に、はい、感謝はしてます。はい、ってことでね、はい、はい、トーマとはじめのボトムラジオね、はい、いろんなところで配信してるんで、はい、はい、ぜひ聞いてみてください。はい、はい、よろしくお願いします。よし、おいか、やろ。皆様、よくぞよくぞ夜の農家をこの舞台へとたどり着かせていただきました。和歌山県で桃かきみかんを栽培しております果樹農家根本光栄です。みかん農家の伊藤孝明です。第1回のアワードでは農家の種、で第2回のアワードでは営農とサブカルがノミネートとなりましたが、私たち農家ポッドキャストの中でも夜の農家が第5回でノミネートとなりました。伊藤さん、はい、夜の農家ってどんな番組ですか。右から左に抜けていく、聞いた後には何も残らな い、そんな番組だと思います。いや、農業について、まあ、面白おかしく勉強できる番組です。ああ、そうですよね、はい、聞いてる時にもすごい知識残ってます残ってました、ごめんなさい、はい、それでは皆さん、良い農業をしましょう。オーバー、オーバー。第5回ジャパンポッドキャストアワード開催おめでとうございます。おめでとうございます。ワクワクラジオの三田村です。森口です。この度はコメディお笑い部門のノミネートありがとうございます。ありがとうございます。大変嬉しく思っています。ワクワクラジオ、通称ワクラジですけども、日常観察、家事情報、人生共感型ジャスト10分バラエティでちょっとしてね、おっちゃんになれへん僕ら2人が、はい、関西から毎週土曜と水曜に放送しております。まあ、それなりにね、僕たちとしても一生懸命はやってるつもりでいますので、はい、まあ、今回こうやって、ノミネートいただいたっていうことは本当にその頑張りを認めていただけたのかなっていう気がして嬉しく思っています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これからも僕らができることといえば、まあ、今まで通りの配信をこのままのねペースで続けていけることかなと思いますのでね、はい、今後とも頑張っていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ワクワクラジオの森口と三田村でした。
以上ノミネートされた5作品ご紹介いたしました。この中からコメディお笑い部門で優秀賞、最優秀賞獲得するのはどの作品でしょうか。プレゼンター古田さん、よろしくお願いいたします。じゃあまずは総評をいただきたいと思いますが、はい、コメディお笑い部門って一番僕難しい部門なんだろうなって思うんですよね。教養とかカルチャーとかだと割とほらテーマ設定を絞りやすい、そう漫画とか日本史とかね、子育てとか、でもコメディお笑いってなると結構もうちょっと幅が、まあ農家さんはちょっと違うと思うんですけれども、大体結構話題が広くなりがちなんですよね。でそんな中でこの定期的に出し続けるっていうプレッシャーとかをまあ乗り越えた方々なので、いや本当に素晴らしいなと思います。なるほど、それでは発表をお願いします。はい、第5回ジャパンポッドキャストアワードコメディお笑い部門優秀賞を受賞したのは、ワクワクラジオ10分ラジオ、そして最優秀賞を受賞したのはガングリオンの灰になるまで。おめでとうございました。ということはワクワクラジオは三田村さん、森口さんで、ガングリオンの灰になるまでは釧路さんですかね。はい、お上がりください。おめでとうございます。あ、夜の農家、夜の農家、あーって言うね今。いや、まず送られました。おめでとうございます、おめでとうございます。ワクワクラジオ、じゃあまず来ていただいて、いやもうお二人で、お二人で、はい、ぜひ今のお気持ち伺ってもよろしいですか。いや、大阪から今日来させていただいたんですけど、はい、100% 東京観光のつもりで来て、例えば どこ見ようかなみたいなのも、昨日銀座の街を歩かせていただいて、本当に観光して、これは大阪は東京には勝てないって思って、いやいや、やっぱり勝つ勝たないがあるんだよね。いやもう本当に綺麗な街だなって言って、のほほんと見てたら声をかけていただいたんで、ごめんなさい、全然言うべきことを言ってないんで変わります。あ、分かりました。おめでとうございます。もちろん改めて今のお気持ち、ありがとうございます。はい、いやもうお届けで言葉が全く出ないんですけども、もう自分たちがお笑いコメディっていうカテゴリーにいるのがすごい恐縮なぐらいの感じなんですけども、でもなんか毎週10分ジャストで作ってるっていうなんか苦労みたいなものも実はあったりとかして、まあ、そういうのも努力とか認めていただけたのかなっていうのをすごく感謝しております。ありがとうございます。まあ、10分だからとても聞きやすいし、で、はい、とはいえそのナンバリング界とほらアンダーグラウンド界とかってあったりするじゃないですか、はい、なんかあれいいですよね、なんか裏話的なこともちゃんと保管して20分で、あれって誰が考えたんですか、こういう風にしようって、第何回そしてアンダーグラウンド界みたいな、アンダーグラウンドは僕が本編を割とギュッとガチガチに作り込むので、よりポッドキャストらしいものを作りたいっていう、その色を分けたいっていう意味でアンダーグラウンドっていうのを始めたんですけども、なんで本編を聞くとちょっと力が抜けてるかなっていう色使いですかね。はい、古田さんいかがでした。いや先ほどもちょっと話出ましたけど、本当2人組がもうすごく多いんですけれども、お二人でやっててやっぱりここが良かったなっていう点ってどこですかね。森口さんが本当にいい意味でものを知らないんで、はいはい、そうですか、そうなんですか。いやいやいや、お互いなんで、そうですか。なのであんま難しい話できないそもそも。なるほど、なるほどね。はい、なんかどの回を切ったとしても難しい話してないので、はいはい、その聞くことのカロリーがいらない番組みたいなのではいられてるのかなと思っていますが、どうですか。侵害ですよね。そうですよね、物知らないでこんなところで言われちゃったら ね、ちょっと問題ありますよ。これインターネットで公開されてますから。あ、そうか、そうですよ、大変大変、うん、バカではない、バカではない、はい、大丈夫、はい、まあ、でも性格が本当真逆なので、あ、すいません、マイクに近づいてって言ったら、すいません、ポッドキャストやってらっしゃるんですよ、ですよ、マイクの使い方、今声が入ってないぞって今、ね、申し訳ない、フロア、2人の性格本当真逆で、リスナーさんからもなんでこの2人が一緒にラジオやってんのっていうのをすごくよく言われる、お便りとかでも届くんですけども、なんか
逆にそういうのがいいのかなと思っていて、なんかもうこの力の抜けたジーパンとシャツの人とちょっとなんかお互いにディスり合う感じなんなんですか、そういう感じなんですよね。でもそれがいいのね、そう、ちょっとそういうのもあるかな。いや、え、どうぞ。そうですか。さっきあの映像を流していただいたじゃないですか、はいはい、もうちょっとで全く同じ格好本当に僕服持ってなくて、まずいまずい、そう、もう帽子から靴まで全く同じになるところ で、 であのシャツだけ違います。はい、そうでしたね、はい、よかったね。でもとにかく番組これからも聞きますので期待しております。おめでとうございました。おめでとうございました。さあ、そして続いて最優秀賞、はい、トロフィーを贈呈したいと思います。ガングリオンの灰になるまで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあまずは一言伺ってもいいですか。はい、はい、ガングリオンの灰になるまでという番組の作家とディレクターをしている釧路と申します。そうですね、ガングリオンじゃないなと思いながら見たんですよ。なんかすいません、明らかにガングリオンじゃないと思って。本人たち大阪に住んでおりまして。あ、そうですか。ちょっとペーペーな芸人なもんでお金がなかったり有給が切れたりしたもんでちょっと代理でやっていただきました。はい、普段3人で私とそのガングリオンという芸人2人と3人で作ってるラジオなので、こんなになんか多くの人に見てもらったり聞いてもらったりしちゃってるのがすごい嬉しくて、しかもなんかただただなんか芸人っていう中でコメディお笑い部門っていうところでなんか認めてもらえたっていうのがすごく嬉しく思います。ありがとうございます。いや、ちさ子さん、私ガングリオンというその存在を知らなくて聞くまで、はい、で聞いたらなんかめちゃくちゃ面白いなと思って。ありがとうございます。ね、改めてやっててその2人ですね。私も24歳で同い年のコンビなんですけど、2人ともなんか24歳ならではというか、なんか若者だからこそなんかこれ面白いよねっていうのが共通して出てきているので、それをなんか出せてしっかりこうなんか伝わってるのが嬉しいなと思います。いかがですか。今多分24歳ってみんなびっくりしましたよ ね、 ね、僕もちょっとびっくり動揺したんですけど、すごいなんか僕感じてたのが、はい、ラジオにはその毒舌系炎上系的なその芸風ってあったと思うんですけど、でもポッドキャストでどちらかというとその愛され系の芸風の方が多いと思うんですよね。この毒舌炎上系でいこうみたいなのって最初からこう3人で話し合ったんですか。そうですね、本人たちが悪口が好きだっていうところと、まあ、あとラジオの中でやっぱ自分たちがこう3人とも深夜ラジオを通ってきたりとかする中で、まあ、悪口っていうところがやっぱり共感してもらいやすいっていうところは自分も思っていたので、まあ、そしてちゃんとリスナーさんから悪口のメールを募集したりしてもちゃんと反応が来るので、ああこれで間違ってないのかなと思いながら作ってます。24歳してめちゃくちゃ落ち着いてますよね。なんかね、ねえ、ぜひこの喜びを2人にすぐ伝えてください。はい、ありがとうございます。伝えます。はい、はい、改めて最優秀賞を受賞したガングリオンの灰になるまでから釧路さん、そして優秀賞を受賞したワクワクラジオ10分ラジオから三田村さん、森口さんでした。おめでとうございました。森口さんもありがとうございました。はい、じゃあ一旦戻りください。ねえ、もう真正面の、ね、最前列に夜の農家がもうそこに陣取ってて、もうあはははっていうのね、ねえ、できていただいてありがとうございます。さあ続いて参りましょう。続いての賞、こちらの賞です。どうぞ。第5回ジャパンポッドキャストアワード報道ドキュメンタリー部門の発表です。ジャパンポッドキャストアワードが選ぶニュース、社会、スポーツなどを対象としたポッドキャストに贈られる部門賞になります。それではノミネートされた5作品の発表です。それぞれの番組から VTR が届いております。ご覧ください。どうもジャパンポッドキャストアワードノミネート大変ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。まさかこんなノミネートされる日が来るとは思いませんでした。そうですね。あっしは石川県で立ち飲み屋の店長をしております、骨折と申します。そしてパートナーはしげさんです。このポッドキャストは、居酒屋の店長がお客さんに聞いたここだけの話という番組名でポッドキャストをしております。でいつも喋、り手の骨折店長と聞き手役のしげでお送りしております。お客さんから聞いた軽い話からちょっと重たい、こんなこと聞いていいのっていう話まで、いろんな話を不定期で配信しておりますので、皆さんよろしければお聞きください。はい、短いですからね、さらっと。そうですね、うん、10分15分ぐらいのいつも番組でやらせていただいておりますので、はい、軽くゆるく聞いてください。僕の話をお願いします。よろしくお願いします。
宮本さんね、まあ、我々の番組をちょっと紹介していきましょう、うん、まあ、東京初心者の人たちに、ね、向けたポッドキャスト番組ですけれども、うんうんうん、まあ、我々の番組がね、まあ、少しでも、まあ、リスナーの方、うん、まあ、特にその東京に初めて来た方とかね、上京している方、まあ、背中をね押してくれるというか、そういった番組になればまあまあ嬉しいなって思いますよ。そうですね、なんかね、我々の会話を聞いてね、うん、あ、なんかバカなこと言ってんなとかね、まあ、こういうやつでもできるんだっていうふうに思っていただければね、失笑してね、そうそうそう、鼻で笑って、そうそう、うん、それがなんか、うん、なんかちょっとこう拠り所になるのであれば、そうですね、配信が月曜の5時ですね、週の初めのやる気を出していかなきゃいけないけれど、うん、なんかあまりやる気も出ないし、ちょっとくたびれて帰っちゃうみたいな帰り道とかに、うん、ぜひそんなタイミングで聞いていただけると、そうですね、良いし、はい、我々もたくさん今回ノミネートされている番組聞いていきたいですね。はじめまして、柳地です。私たちは旅と仕事の両立を目的に活動してます。ただいまマイナス15度で撮影中です。今日も宿に戻って仕事します。アフリカではサバンナで野生動物を見たり、世界最古の砂漠を見てきました。あとは極寒マイナス40度の世界でオーロラを見たり、マチュピチュやジャングルにも行きました。旅中はポッドキャストを毎日収録し、臨場感のある声を配信しています。また地球の神秘現象や動物の生態、海外の文化についても楽しく学べる番組です。旅と仕事の両立は正直すごい苦しい場面も多いんですけど、今回ノミネートしていただきとても嬉しかったですし、とても励みになりました。旅をしながら仕事をしたい、少しでもワクワクする毎日を送りたい、そういった方のためにもこれからも配信頑張ります。皆さんこんにちは。楽して生き抜くラジオのコバちゃんと申します。この度はジャパンポッドキャストアワード報道ドキュメンタリー部門にノミネートしていただき本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。一人にですね、聞いてくださる、毎日聞いてくださるリスナーの方、たくさんの今までゲストに出ていただいた方々、皆さんの支えがあってからこそのことでございます。本当にありがとうございます。そしてですね、忘れちゃいけないのが、この子たち、この子たちがいてくれたからこそこの番組続けられております。最後にですね、この子たちに、ありがとうを言って終わりにしたいと思います。それではお聞きください。未来ありがとう、ありがとう、未来ありがとう、ひらり、さくら、さくら、あられ、ちょっと、今夜みんなパキッちゃおう、ロッコスパキオのパキラジ。皆さんはじめまして、おつときやそパキパキッちゃお、世界のみんなで虹色ピース、ロッコスパキオです。肋骨が折れちゃいそうなくらいの元ガリオの30代ゲイが、ロッコスパキオのパキラジオ、自宅のウォークインクローゼットから配信中です。この度ロッコスパキオのパキラジが第5回ジャパンポッドキャストアワード報道ドキュメンタリー部門でノミネート作品として選ばれました。ありがとうございます。コツナーのみんな見てますか。肋骨パキオなんですけども、セクシャリティがゲイということで、周りに言えなかったり、家族にもなかなか受け入れてもらえなかったり、またこの前まで小学校の先生をしていたんですけども、先生だからこそありのままの自分ではなかなかいられないという経験をしてきました。ポッドキャストを通じていろんな出会いがあればいいなっていうふうに思っています。肋骨パキオの名前を覚えていただき、これからも応援をよろしくお願いします。せーの、パキッチャオ。以上、ノミネートされた5作品ご紹介しました。この中から報道ドキュメンタリー部門で最優秀賞、優秀賞を獲得するのはどの作品になるんでしょうか。プレゼンター秀島さん、お願いします。まずは総評から、はい、お願いします。いや、このポッドキャストで報道ドキュメンタリー番組を届けることの魅力なんですけど、
まあ、あの今もご覧いただいた個性豊かな皆さん、そのままが純度 100% 薄まることなくリスナーの皆さんに届くというのが一番の魅力だと思うんですよね。今回も粒ぞろいの作品がノミネートされました。さあ、それでは発表をお願いします。はい、第5回ジャパンポッドキャストアワード報道ドキュメンタリー部門優秀賞を受賞したのは、秘境に行きたい2人のポッドキャスト、そして最優秀賞を受賞したのは肋骨パキオのパキラジ。おめでとうございました。賞されました、秘境に行きたい2人のポッドキャストから柳井さん、キジーさん、あと肋骨パキオ、パキラジから肋骨パキオさん、お上がりください。あ、パキオさんやっぱりその格好でいいなあ。あの荷物、はい、もう持ってきていただいて、はい、じゃあまずは、柳井さん、キジーさん、はい、お二人にトロフィーが贈られますよ。お会いできて本当は嬉しいです。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあまずは今のマイクちょっと調整しますが、今のお気持ちをまずは伺いたいと思います。柳と申します。すごい嬉しいです。ありがとうございます。キジさんも一言いきましょうか。いや、もう本当今日僕がこの会場に来たのは、あの秀島さんにあのサインをもらいに来ました。秀島文香さん超好きなんですよね。もうめちゃめちゃ好きです。もう本もここに入れてる。あ、そこに入れてるんだ。そのお荷物はそれ全てお持ちになってステージに上がられた理由というのは、今日なんか皆さんがすごい、はい、あのかなり頑張った格好されてて、僕ら、はい、あのちょっと卑怯なのに割とちょっとパーティー服で来ちゃったんで、はい、じゃあちょっとあの僕らのいつものスタイルっていうのを見せたくてっていうことで、一応あの僕らちょっとあれなんですけど、はい、50日間ぐらい、はいはい、あの滞在してるので、はい、多分皆さんあのなんだポッドキャストやってたりとかすると、何をここに出すつもりですかね。それをしまうの大変だったらすごい時間が、大丈夫です。おなじみの機械、機材があるんですけど、あ、ちょっと見えるかな。 うわすごい。これでサハラとか、あ、それで行くんですけれども、え、それ結構極限状態でも放送できるんです普通に。ただあの壊れるんですよ。壊れるんだ。壊れるんで、だからいつも2台持ちみたいな形でやるんです。カメラとかも3台とか持ってやってるんで、すごい荷物なんですけども、はあ、はい、という感じでちょっとあの PR したかったんです。普段はだから似たような感じでこういろんな荷物持ってっていうね。そうですね。旅中は2人で100キロぐらい、106キロ、110キロ、106キロぐらいの荷物。あ、そうですか。トータガチ勢という感じですね。手話の ね機材もいいでしょうね。そうですね、手話も、まあ、そうですね。手話は僕あのそう今日入れてたんで、そう言うの忘れました。もう一回出します。大丈夫です。出しましょうかね、せっかくですからね。それはもう手話さんも見てらっしゃる。これはやっぱり手話のマイクといえば、はいはい、マイクといえば、マイクといえば、マイクといえば手話、はい、マイクといえば手話で、そうだ、ね、バチですよね。バチですよね。こうやってそれぞれのこう機材見せっこみたいなの楽しいです ね。イベントも必ず、いや、まあ、やっぱ安定してるんで。そうですよね、はい、秀島さんだってこのポッドキャスト聞いて、はい、あ、私そうなんですよ、あの聞く世界旅行という、あの本当にエクストリームと言いましょうか、 すごいなと思うポイントは2つあって、まずあの毎日収録されている旅先でもということと、はい、もう1つがその旅をしながら普通に仕事もしている。お二人は IT 関係にお勤めの方らしいんですけれども、そう、聞いてる方はまず何をやってる二人なんだろうというね、気になる。本職というわけではなくて、ね、普通にこうこんな綺麗な格好されてますけど、本当に普通にこうパソコンで毎日バチバチやってらっしゃるけど、ただそれが砂漠であったりとか極寒の、まあ、本当に外で後ろに生き物が通るみたいなような状況であったりとか、そこでも仕事はできるっていう、本当なんていうんですかね、あの野宿とかしてる時も、うん、襲われるんですよ。ハイエナとか来るんで。襲われはしない。襲われない。あ、襲われてない。え、今話を盛ろうとしましたよね。ナチュラルに今。心配があるんで。心配がある。寝れないんですよ。あの交代ずつ寝てっていう形で。そう。だからこの場にもね、ポッドキャスターの皆さんいらっしゃってますけれども、ね、本来ならどこにいても配信することで、その仕事ということが成り立つべきものだと思って、はい、このポッドキャスト、うん、を仕事にしたいという方の未来
ちょっと一歩先に行ってらっしゃるんじゃないかということで、ぜひ、いろんな方に聞いていただきたいです ね。であのサインもじゃあ後でしてくださいね。喜んでお願いします。まおめでとうございます。まずは、はい、おめでとうございました。おめでとうございました。さあ続いて、はい、どこでもできるといえばウォークインクローゼットでしているこの方が来ましたよ今。じゃあはいトロフィーお渡ししますよ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。よーし、じゃあ本当あのすいません、あそうか、パキちゃんって呼んじゃっていいですか。パキちゃん、パキちゃんで、はい、パキちゃんごめんなさい、ちょっとトロフィー持ちながらやりづらいかもしれませんけど、やっぱあの挨拶ちょっとやってもらってもいいですか。じゃあやらせていただきます。はい、こちらのみんな、オスパキヤソパキパキッチョ、世界のみんなで虹色ピース肋骨パキヤです。素晴らしい、やっと生で見れちゃった。生でやっとこの場でできるなんて思って、ちょっと嬉しいです。ちょっと待って、改めて今の気持ちちょっと聞いてもいいですか。なんかいやそうですね、もうてか報道ドキュメンタリー部門で合ってたのかなっていうコメディーあれっていうね。そうですよね、あのリスナーの皆さんにも報道なのっていうふうに、あそれリスナーコツナ、あコツナでコツナ、ファンの皆さんファンのみんなね、はい、言ってるんですけど、はい、っていうふうに言われて、まあね、ニュースで呼ばれるかもしれないよっていうふうには言ってたんですけど、なんか今回あの、テーマでコラボ企画という、企画の中の私の配信で、ポジティブな、なんだっけポジティブなカミングアウトだけじゃないっていうので、それゲイのポッドキャスト番組のテーマでコラボ企画だったんですよ、うん、なんか私はなんかこう素人番組でもすごい面白い番組でたくさんあると思っていて、なんかそれをもっと知ってもらいたいと思ってこの企画をさせていただきました、うん、なので、まあ、これからもなんかそういう素人の番組でもいっぱい面白い番組があるんだよっていうのを伝えていきたいなっていうふうに思っています。秀島さんいかがでした。いやドキュメンタリーですごく合ってたと思います。というのがそのありのままの自分というのを表現できる場所としてのポッドキャストってこれからもっともっと広まっていってほしいなというのが私たちの願いでもあって、でそんな中でその G-UP to You でしたっけ、はい、そのコラボ企画をパキオさんが立ち上げて周りに声をかけていろんな方々と番組と11個の番組でしたっけ、その時は11でした、つながっていたというのが素晴らしいなと思って、これからもさらにその、まあ、ウォーキングクローゼットからですけれども、はい、外にうちもうちでつながってさらに外へ外へと広まっていってくれることを願っています。ありがとうございます。この衣装も、はい、今日のこの靴も、はい、そのコラボ企画であの一緒に参加してくださった番組の縁で用意したものなんです。それってオリジナルのもの、これは あるものを、この上のトップスは既製品のものなんですけど、はい、それを3着買って残りの2着であのこのそうなんですか、サンダルを作ってセットアップにしてもらったっていう、はい、そうでその総合乗り入れみたいな形での他の番組とのコラボというのが本当に楽しいなと思いますので、これからもまたいわゆるゲイポッドキャスト界隈からまた外に出ていただいてみんなとどんどんつながっていただければなというふうに思ってます。本当はこれとかも外したいんですけど、うん、やっぱりセクシャリティがまだまだね、あの認知されていないとか理解もどうなのかなっていうので、うん、これ外したいけどできないのはどういう理由なのかっていうのも皆さんで考えていってほしいなっていうふうに思います、うん、今日もほら他のポッドキャスターの皆さんと交流とかぜひねしていただいて、あそうです ね今日はぜひねコラボとかもこれからできる可能性もありますもんね、これぜひお願いします。わかりました、はい、はい、改めてご紹介します、優秀賞を受賞されました秘境に行きたい2人のポッドキャストから柳さん、木地さん、そして最優秀肋骨パキオのパキラジから、肋骨パキオさん、おめでとうございました。おめでとうございました。パキッチャオ、あいいですねやりたくなっちゃう西島さんもありがとうございました。ありがとうございました。ね、改めて報道ドキュメンタリー部門発表いたしました。さあどんどん続けてまいりたいと思います。続いてはこちらの部門の発表です。第5回ジャパンポッドキャストアワードパーソナリティ賞の発表です。ジャパンポッドキャストアワードが選ぶ最も魅力的なパーソナリティに贈呈される部門賞になります。こちらは報道ドキュメンタリー部門、コメディお笑い部門、
教養部門、カルチャー部門で最優秀賞もしくは優秀賞に選ばれたパーソナリティの中から選ぶ賞ということになっております。どのポッドキャストのパーソナリティが受賞するんでしょうか。プレゼンター古田さん、お願いいたします。まあ、今回ねここにあのノミネートされている皆さんってまあ全員が全員個性豊かな方々ばっかりなんですけど、そこから選ぶのは難しいものはありましたよね、やっぱね。そうですね、それにあのパーソナリティ賞ってもらったらめちゃくちゃ嬉しいと思うんですよ。だってあのめっちゃあなたいいですっていう、その番組というよりもあなたがめちゃくちゃいいですっていうのを評価する賞なので、まあ審査員からその受賞者への愛があふれてる賞なので、あのぜひあのこれ読み上げるのも僕楽しみなんですけれども。なるほど、分かりました。それでは発表をお願いします。第5回ジャパンポッドキャストアワードパーソナリティ賞を受賞したのは、肋骨パキオのパキラジ、肋骨パキオさんです。肋骨パキオさんおめでとうございます。やったー。じゃあ2つ目のトロフィーおめでとうございます。あ、なんか大きいなんか、え、すごい大きいです、ね、大きくなってる。ちょっとじゃあ改めてそのパーソナリティ賞をちょっともらった今の感想を聞いてもいいですか。ちょっと待ってください、もう全部さっき言いたいこと全部伝えたんですけどいや、それ上がったらもうそこで全部出しとかないとってね。そうですね、なんか私がなんかよく言われるのが、なんかいろんな企画をするときに何を目指してるのっていうふうに言われるんですよ。なんかその時に、え、そんな何か目指してるかなって結構立ち止まるんですね。でその時に、いや、パキオは、まあ、今配信したいこと、今起きて伝えたいことを発信してるだけで、別になんかそんな何を目指してるとかないんですけど、なんかそういうのでも別にいいじゃんっていう風なのをなんか思っていて、なんか何、そう、そんな感じでなんか今を楽しんでるっていうのを皆さんもね、ぜひそういう風なマインドやって、あの持ってくればと思います。はい、改めて古田さん、パーソナリティ賞、ね、はい、あの渡す時にめちゃめちゃ手が震えてたから、なんかこっちまで緊張しちゃいました落とすんじゃないかみたいな、はい、いやでもあの本当に皆さん本当聞いてもらったら分かるんですけど、あのこういうふうにめちゃめちゃ楽しい感じでおちゃらけてる感じの回もあれば、すごくなんていうか、まあ、心にしみる回もあってですね、そういうふうにあの自分をこう出して話しているところが、やっぱり我々審査員としても非常に心打たれたなと思っています。本当におめでとうございます。改めてパキラジ、これからこんなことやってみたいとか、こんな風になっていきたいとかって何かあったりするんですか。そうですね、いろいろこうイベントを考えるのが好きだし、やるのも好きなんです。で今実際に3月中は馴れ初め音色っていうテーマでコラボ企画をやっていて、53番組も参加してくださってるんです。なのでなんかそういうオフラインイベントもなんかもっと盛大に広げていき、こういう素人番組もたくさん面白いのあるんだよっていうのを伝えていきたいなって思っています、ね、じゃあこの受賞を受けての第一発目のポッドキャストもすごい期待してますから、はい楽しみにしております。いや楽しみ、全部ぜひも楽しい放送これからも続けてください。改めてパーソナリティ賞を受賞されました肋骨パキオさんでした。あ、いいですね、おめでとうございました。ありがとうございます。古田さんもありがとうございました。おー、パキオさんダブル受賞おめでとうございました。さあそれではどんどん参りましょう。続いて第5回ジャパンポッドキャストアワード、こちらの賞の発表です。第5回ジャパンポッドキャストアワード、リスナー投票部門サポーテッドバイシュアの発表です。こちらはこれまでの部門賞とは少し違います。ポッドキャストを聞きのリスナーの皆様から最も多い投票数を獲得した番組に贈られる部門賞、それがリスナー投票部門です。投票数を集計した上位10作品を発表いたします。まあ、言ってみればリスナーのあなたに最も支持を得ている番組に与えられる賞と言えると思います。なんと今回の総投票数は12,936 票でした。昨年よりも実はこれ募集期間短かったんですけれども、まあ、この数字を見ると引き続きポッドキャストへの注目が高いと感じました。皆さんからのたくさんの投票ありがとうございました。
さあそれでは10位から2位まで私の方から一気に発表していきましょう。まず第10位はバックスペース .fm、 第9位はジェーンスーと堀井美香のオーバーザサン、第8位ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、第7位は N93 からたちの最果ての先生、第6位政治道楽、第5位ゆとりっ子たちのたわごと、第4位隣の雑談、さあベスト3です。第3位は一郎寺エイトゲームス、第2位は結婚したい乙女たちのアダルト高2位でしたか。そうですか。10位から2位まで駆け足で発表いたしました。それではいよいよ第1位の発表ですが、プレゼンター古田さん、はい、この発表をお願いしたいと思います。いや10位から2位までもね、もう聞いたことがあるたくさんいらっしゃる人気番組、その中で1位、そうですよ ね、 過去の賞も受賞された方々とか、ね、本当に実力がある方々の中で、はい、その1万2000票の中での1位ですから、本当に素晴らしいことだと思います。では発表をお願いします。第5回ジャパンすみません、急にフランス語になりました古田さん、いやいやあんまりそう、ね、ポッドキャストとジャパンが一緒な、そういうことですか、びっくりしました、はいはい、取り直して、ね、はい、いきます。はい、第5回ジャパンポッドキャストアワードリスナー投票部門サポーテッドバイシュア、栄えある第1位に輝いたのは忍となるみの毒舌アメリカンライフです。おめでとうございました。リスナー投票部門第1位は忍となるみの毒舌アメリカンライフ、じゃあなるみさん、おなるみさんどうぞお上がりください。しのぶさんもいるんですか。あ、しのぶさんはいるんだ。あ、いたでかい、いました。じゃあまずはトロフィーを受け取ってください。おめでとうございます。ね、さあそして副賞の、あ、副賞まず私のから紹介してもいいですか、せっかくですから、ちょっと待ちくださいね。副賞ですが、リスナー投票も一心抱えたなるみさんには副賞として世界中のアーティストを支えているオーディオ機器メーカーシュア様からモバイルでもパソコンでも使えるクリップオンワイヤレスマイクムーブマイクをプレゼントいたします。そう、このマイクは3月6日発売になったばかりのピカピカの新品ね、もう新品新製品ですね。でたった 8g の超小型デザインで、雨や液体のこぼれ水しぶきにも強く、操作も簡単で外出先の収録やインタビューなどで大活躍すること間違いなしです。今回はこの、ピンマイク2個入りセットのムーブマイク2をプレゼントいたします。なおこの副賞はリスナー投票部門で1位から10位のまでの方々に後日発送いたします。では目録をお願いいたします。おめでとうございました。ではでは、ちょっと今のお気持ちをね、しのさんも横で見てくれてるんで、じゃあ、はい、ありがとうございます。本当に聞いてる方皆さんのおかげで2年連続この賞を取ることができました。本当にありがとうございました皆さん。そう、去年はリスナーズチョイスでしたもんね。はい、去年はしのさんか顔だけ切り取ったものを持ってきたんですけど、しのさんが収録中に、はい、次優勝するんだったら等身大のものを作って持っていくっていうことで、今回、はい、1万7500円かけて、そう、あ、だからどこにこれあったのか作ってきたんですけどね。作ってきました。あ、そうですか。はい、この日のために作ってきました。なので皆さん約束を守りましたということで、はい、ね、え、いやでも古田さん、やっぱりこの根強い、ね、ファンの方がたくさんいる番組ってね、いや2年連続って本当にすごいですよね、うん、やっぱ他の本当に実力派の方々が選ばれた中での2年連続だから本当にすごいなと思うのと、あとこれまでの賞を見て皆さんも思ってたと思うんですけど、やっぱ男性がすごい多いですよね、うんうんうん、でその中でその1位2年連続で、まあ、2位もアダルトークの方で、はいはい、そのやっぱり女性がこういうふうに取ることで、その女性ポッドキャスターの方々も私たちも始めようという方増えると思うんですよね。だから本当に素晴らしいご活躍だなと思います、ね、ちなみになるみさん、この1年間で特にこのポッドキャストをやってる、ね、収録中でもいいんですけど、覚えてるエピソードどんなことあったりしました。こんなことあったなとかって一番、まあ、近いので一番印象に残ってるのは、うん、はいはい、しのさんが私パートナーしのさんって言うんですけど、うん、しのさんが旦那さんがルームメイトにしか見えませんっていうすごいハートフルな話した回が、それも元日1月1日に放送した回が結構重たい回だったんですけれども、すごくリアルで生々しくて、それでもなんか愛のある
あのエピソードだったので私はそれがすごく一番好きです、ね、これからこんなことやってみたいとかなんか2人で話し合ったりすることあるんですか。こんなことやってみたいよね。これからはもう少し、うん、あのゲストの方にも来ていただいていっぱい交流を増やしたいなっていうのともう少しイベントの回数も増やしたいなって言って実際に生でリスナーさんに会える機会っていうのがすごく重要だなと思っているので増やせればなと思ってます、ね、今日もたくさんのポッドキャスターとぜひこの後交流してください、はいはい、改めてご紹介します。リスナー投票部門第1位しのぶとなるみの毒舌アメリカンライフからなるみさん、ね、しのさんおめでとうございました。ありがとうございました。そして古田さんもありがとうございました。ね、しのさん本当ありがとう、ありがとうございました。さあ各賞発表してまいりました。第5回ジャパンポッドキャストアワードですがいよいよ続いては最後の賞の発表になります。第5回ジャパンポッドキャストアワード大賞の発表です。こちらは2023年ジャパンポッドキャストアワードが最も優れた作品に贈る賞となっております。報道ドキュメンタリー部門、コメディお笑い部門、教養部門、カルチャー部門の4つの部門から選ばれた最優秀賞、優秀賞の中から最も優れたポッドキャストに贈呈されます。第5回ジャパンポッドキャストアワード大賞サポーテッドバイオーディブル、どの作品に輝くんでしょうか。それでは大賞の発表ですが、発表していただくのはまずはプレゼンター秀島さん、どうぞお上がりください。そしてトロフィーと副賞の授与はオーディブルカントリーマネージャーの大阪志麻さん、そしてオーディブルコンテンツディレクターの宮川元美さんにお願いいたします。お二人もどうぞ壇上にお上がりください。さあまず秀島さん伺いますが、まあ、本当にたくさんのポッドキャスト魅力的なものがありましたが、そうでしたね、はい、今年ももうしのぎを削ったという感じですけれども、素晴らしかったです。さあそれではいよいよ発表の時がやってまいりました、はい、秀島さん、はい、お願いします。審査員の皆さんが選んだ第5回ジャパンポッドキャストアワード大賞サポーテッドバイオーディブル発表させていただきます。ティンパニーをください。第5回ジャパンポッドキャストアワード大賞に輝いたのは子育てのラジオティーチャーティーチャー、おめでとうございます。おすごいってことは、はるかさんひとしさん、やりました、やりましたね。さあまずはトロフィーの授与、じゃあ大阪さんからお願いします。おめでとうございます。そして副賞としてオーディブル会員券1年分プレゼントします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれではお二人からまずは今のお気持ち伺っていきましょうか。はい譲り合って、はい、すごく嬉しいです、うん、すごく嬉しくて、でも緊張しすぎてさっき一回お話しする機会いただいたのに全然何も言えなかったなと思って、ちょっと何か言いたいなと思ってます今。ポッドキャストがやっぱ大好きで、パキオさんもそうだと思うんですけど、何かこう社会にモヤモヤして言いたいことがあるみたいなことが多かったんですけど、なんかそれを全然人に伝えられている感覚がなく生きてきた中で、この1年はすごいいろんな人に自分の考えを理解してもらえたり応援してくれたりっていうのがあって、相当支えられています。なのでポッドキャストを盛り上げていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まずこの賞を取って一番最初に頭に浮かんだのが、やっとフリースクールっていうものを実現できそうだなっていうのがあって、僕は昨年度まで小学校の先生を5年間してきました。でもう本当に毎日楽しくて学校の先生の仕事大好きだったんですけど、どうしても不登校の子どもたち
に何の力にもなれないってことが悔しすぎて辞めました。で、辞めたらやっぱりそこにいた生徒たちは悲しんで、なんで先生辞めるとよっていうふうに泣いたのもすごくずっと自分の中で悲しかったんですけど、もうそれでも先生は夢の実現に向かって頑張ってくるっていうふうに言って、今この1年間走り抜けてきました。こんなにも自分の声が多くの人に届くと思わなくて、最近は毎日朝起きるたびに実際にもないような批判が聞こえてきたりとかもするんですけど、大丈夫ですか？いやそれは大丈夫です。現状がぼーっとしたりとかしちゃうんですけど、そうですか。でもこの賞をいただいたことによって本当に自信になって、もうこれから先フリースクール、皆さんこのポッドキャストを通して無料のフリースクールを実現させて、少しでも困っている子どもたちの心が軽くなればいいなというふうに思っています。本当にありがとうございました。おめでとうございます。いやちょっとお二人まだちょっと マイクの前にちょっといていただいて、ぜひというとね、宮川さん、昨年も宮川さんだってベストエンタメ賞を受賞するお立場だったんですけど、制作、ね、する立場から大賞を受賞した、じゃあひとしさんちょっと、じゃあなんかごめん、ちょっと、いや、本当にオーディブルなんですけども、はい、私たちがコンテンツ制作で一番大事にしてるのって声の力っていうところで、まあ、今回まさにお二人のポッドキャストを聞かせていただいて、もうその二人のパッションが声に乗って、私もそれこそ子供いないんですけれども、いろいろ考えさせられたりとか、本当に夢を実現していただきたいなっていうのを応援してしながら聞けるっていうので、本当に情熱がこもった声の力っていうのはみんなを元気にするし、パワーを与えてくれるなというふうに改めて思いました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、ひとしさん今のいかがですか？はい、メッセージ受けていかがですか？あ、メッセージ受けて、うん、頑張ります。はい、すみません、はい、そうですね、あ、なんか僕はこう人前で顔出し喋るのとかやっぱり得意じゃないですけど、音声だけだったら本当に伝わるなって感覚があるんで、本当に音声大好きなんで、うんうん、一緒に頑張っていきたいと思います。ぜひ、はい、オーディブル、ね、ぜひぜひ、ね、ありがとうございます。じゃあ大阪さんもぜひちょっとメッセージいただいてもいいですか？はい、大賞受賞本当におめでとうございます。2人の掛け合い、優しい掛け合いの中で難しいこう子育ての悩みについて分かりやすいアドバイスで、実現もすごくしやすい形でとても素敵な番組だなと思って聞かせていただいてます。オーディブルもクリエイターの皆様の力になりたいっていう気持ちがすごく強くて、音声エンターテインメントを一緒にみんなで盛り上げていきたいと思ってますので、はい、これからもどんどんいい番組にしていってください。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、では最後秀島さんも一言もらってもいいですか？せっかくだから、ね、そうですね、番組ってやはり回を重ねるごとにどんどん知見であったりとかいろいろな言葉が集まって番組も成長していくものだと思いますので、これからもますますその回を重ねるごとにたくましくしなやかに成長していく、そのティーチャーティーチャーお二人も楽しみにしています。おめでとうございます、ね、おめでとうございます。改めてご紹介します。第5回ジャパンポッドキャストアワード大賞サポーテッドバイオーディブルを受賞したのは子育てのラジオティーチャーティーチャーでした。はるかさん、ひとしさん本当におめでとうございました。ありがとうございました。そして大阪さん、宮川さんもありがとうございました。ありがとうございました。では一旦お戻りください。秀島さんも残っていただいて、ね、いやじゃあマイクちょっとね、で古田さんもじゃあ上がってきていただいて、大賞まで発表しましたけどもね、第5回ジャパンポッドキャストアワードカルチャー部門、教養部門、コメディお笑い部門、報道ドキュメンタリー部門、各部門の最優秀賞、優秀賞、メディアクリエイティブ部門のメディアクリエイティブ賞、さらにはパーソナリティ賞、リスナー投票部門、大賞まで全ての賞が発表されましたけども、改めて今年を総括すると古田さんいかがでした？大賞の今の演説にも感動しましたね。いや本当に素晴らしいなと思いました。で去年の大賞がマシューさんとあと佐藤さんと若林さん
で、まあ、かなりなんていうかプロ感の強いあの大将で、今年は今度はまあ打って変わってそのティーチャーティーチャーのお二人でまたあの全然違うポッドキャストの魅力をとても感じましたね。秀島さんいかがでした？そうですね、あのますますプラットフォームもどんどんと進化して誰でも、 もう思い立ったその日に全世界配信できるっていうのは本当によくよく考えるとすごいことだなと思いますし、その皆さんも日々ね大変な中アイディアが出会ったりとか今日は気分がっていう中で制作されていると思いますけれども、その先にこういったちょっと嬉しいゴールであったりとかその先の展開というのが待ってると思うと、私たちももっともっとこのポッドキャスターとしてのその先を考えていきたいなと思いますよね。まさに今あの秀島さんから話してましたけど、あの実際ね皆さんイベントをやったりとかグッズを作ってる方とか収益化の道を探ったり、まあそう なってる方もいるんですけど、その辺これから先どういうふうになっていくと思います？古田さん、あの僕今までメディアの編集長2回やってるんですよね、はい、今2回目の編集長をやってるんですけれども、あの結構マス相手にしようと思うと数字が数千万とか数億とかになっていくんですよ。でそれって本当に大変で、あとあの収益もちろん売上も上がるけれどもコストも大きいからなかなか黒字化が難しいんですよね。で先ほどの本当にあのお二人 あの話を聞きながらこれでフリースクールの夢が叶うみたいな、でも少人数でやれるポッドキャストでしかもそのリスナーとの関係性がすごく強いあのメディアで、あのパキオさんとかもおっしゃってたみたいにそのコラボとかもやりやすいところであれば、そんなにむっちゃくちゃ数が大きくなくてもその自分たちの夢をそのコミュニティで達成できるっていうのがやっぱ近いメディアなんだなっていうのをすごい感じますね。これねこの後もうあの今最後なんですけど、終わった後に30分ぐらい皆さんで懇親するところがあるんで、その辺詳しくいろいろ話してもらってもいいですか？皆さん気になる方たくさんいると思うんで、その辺ねどうしたらいいんですかみたいな感じの悩んでる方もいるかもしれない。どうしてもさあのメディアサイドにいる人間はより多く金を稼がないとみたいなのがあるんですけど僕どちらかというとそのコミュニティ系の方のラジオの、あのメディアに関心があって、うん、それであればやっぱ戦える方法ってあるはずなんですよね。なるほど、はい、そうですね、でちょっとリアルな話を、ね、聞きたいと思いますけど ね、そのそもそも音声というのは、ね、一対みんなというよりも一対一に届けるというのが本質としてあるので、その広くなるとやはりおのずと浅くなるというところもあると思うんですが、一対一ってそれがどんどん聞けば聞くほど深くなっていく方向性だと思うんです。なので、まあ、あの今回受賞された方々の皆さんの中でもいろいろなマネタイズの方法なども試行錯誤されていて、うんうん、でサポーターの方を月々にあの募集したりということもあるんですけど、これがもっと広まっていくとプロでこれで食べていけるというようなビジネスモデルが進んでいけばいいんじゃないかなという意味でも、皆様のサポート、オーディブルさんもそうですしね、お願いしたいなというふうに思っております。そしてこれご覧になっている皆さんとかでこれからやってみようかなと思う皆さん、どういう方にこれから出てきてほしいなとかって古田さんあります？いや僕あの第1回の時からずっと言ってるんですけど、もうそろそろ僕も始めたいって言って5年間始めてないので、まだやってないそうそうそう、人には何も言う資格はないんですけれどもただいや本当にやっぱ今日のを見てですね、絶対やっぱあ改めて普段はリスナーなんだけど私も始めたいって思った人いると思うし、この会場にもそういう方がいると思うんですよね。今日壇上に上がった人の中で過去4回のを見て、あ、私も始めたいと思って始めた人がいると思うんですよ。なのでぜひあのそういう人たちが始めて今日ここに立って賞とかをもらってるっていうことをあの皆さんにも知ってもらいたいし、それでどんどん始めてもらったらまたその人が来年ここに立ってるかもしれないんで、そういうのを見るのがすごく楽しみで す、ね、はい、どうですか、どんな人に出てきてほしいって。そうですね、まあ、あの全国的に国民的にというような方々はもう皆さんすでにいらっしゃいますので、うんうん、私たちが本当に聞きたいのってじゃあ何だろうって思った時に、インターネットで何か知りたいと検索ってしますよね。で意外と刺さる、そこで刺さる言葉っていうのは一般の方が書かれた体験だったりするんです。そういったものをやはりその当事者として生の声で聞きたいなっていうふうに思ってます。なので こんな自分の暮らし話して楽しいかなと心配する前に、
まず一度ポーンとそこに投げてみると思いもよらない反応が来て、そこでまたフィードバックがあって、また自分の発信が変わってというふうに相互で育てていくというのもこのポッドキャストの楽しさなんじゃないかなというふうに思ってますね。ありがとうございます、はい。今回の第5回ジャパンポッドキャストアワード、ノミネートそして、ね、受賞された作品、オフィシャルサイトに各賞の結果と選考委員の方々のコメントがこの後8時頃に掲載されます。それもねすごく毎年読むの楽しみなんですけどもね、ぜひ ご覧になっていただければと思います。お送りしてきました第5回ジャパンポッドキャストアワードエンディングですけれども、もう来年はじゃあ始めてますよ絶対ね、古田さんね。これ来年ここにあの受賞の方で立てるように頑張ります、ね、今キャスケラおいって声上がりましたけども煽られました ね完全に。もしも始めてなかったらアンガールズ田中さんが下半身むき出してここに暴れ込みますよ。まだやってないかっ一緒に走ろうと思います、ね。また秀島さんこの1年もまたね新しいポッドキャストを楽しみに我々はね そういう余韻で終わっちゃっていい大丈夫ですか。大丈夫です。わかりました、それもポッドキャストらしさということで、はい。またこの1年楽しいポッドキャストをたくさん会いたいと思います。まだやってない方ぜひ始めてみてはいかがでしょうか。皆さん本当にお忙しい中ありがとうございました。来年お会いできることを祈ってお別れしたいと思います。ありがとうございました。また来年お会いしましょう。ありがとうございました。人は生活していると私のことをオーディブルがすっぽりハマる時があるらしい。他人と同じものを洗い物中おう眠りにつきながらおうウォーキングイエイ通勤中おう筋トレおうコーヒーのお供にイエーハマる。 Amazon のオーディオブックオーディブルで聞こう。